もう始まっているんじゃろ。喋るな。あからさまじゃないか。警備が減っておるぞ。この日のために探し求めてきたんじゃ。器足りうる歪みの種たち。火は消えない。お父さん、今度の休み瀬古戸岳に来てよ。ショートにだって到達できるかどうか。で、涙なんかなんで来ないんだよ。いやだ、知りたくない。まだ見せられてない。歪みなど、あるいは初めから全てが。ここは、俺、生きてる。あ、お眠りくんが起きた。ここは、どこ。俺の声か。3年も眠ってたんだよ。3年なんだ、帰らなきゃ。ダメなのさ、ここで新しい家族になるのさ。お父さんは、仕事が入って来られなかっただけかもしれない。どういうことをしたし、言ったし、お母さんたちに謝って。俺は、ヒーローに。残念だが、焼け落ちた体の修復は困難を極めた。顔は別人だが、それでも君は生き延びた。別人？痛覚など体制感覚の鈍化。以前のような力は出せない。手を尽くしたが、残念ながら。でも僕なら君の炎を元通りにできるかもしれない。うるさい。俺に教えられるのはお父さんだけだ。黙れ。ただれすぎていた死柄木弔に何かがあった時の保険、ダビはそんなスペアの一つで、たけき憎しみの苗床、失敗作じゃった。何がいて。わしらの見識の外に生きておる。家に帰らなきゃ。ダビの体は目覚めて動き始めた以上、わしらは放っておいた。今はダビで通してる。なぜ戻ってきた。わしはダビの真意を聞きたく。あんただろう、俺を生かしたの。嬉しいの。気づいておったか。戻ったのは葬式にちょうどいい場所だったからだよ。死にゆく体をただ怨嗟の炎だけで、その一別が全てを物語っておった。実はさ、一度家に帰ったんだよ。また見てもらえるように。見たかったんだ。でもさ、3年ぶりの変わらぬ光景が改めて教えてくれた。この家族はもう俺を過去にした。自分が形作っていたものが白黒反転するんだよ。弱いまま会いたくなかった。技ならいくらでも見られた。死ぬ気だったんだ、鼻から。あれが名声を上げるたび、俺の心は脈打った。熱とは動くことで生まれるエネルギーじゃ。あれの大切なもの全て焼き尽くす。させねえつってんだろうが、バカ兄貴。それが俺の生まれた証だ。オッケーオッケー、聞いてくれてありがとな。迷いが一切ない。向こうの方が温度上昇が早い。お前は俺が止める。俺はお前にもしっかり思うことがあるんだ。俺以上の素質、本化した体は俺から限界を取り去っていた。格尺熱拳クレタエルスパイダー翔太君、もういけるか。一つ聞きてえんだが、ショート。エンデバーの息子、ダビの兄弟。そういう厚かましさだよ、ショート。全てを持って生まれたくせにそうあろうとしなかった。うらうら中途半端の人形が、ジェット。遠回りして迷ってばかりの半分は、熱が中和されてる。しっかり俺のことも見てくれててよかった。格尺
この技は自分で発展させた。親父はイカれてた。うちはダメだ。どう焼いたのはお前の選択だ。関係ねえ人たちの命を奪うな。リン、そうすりゃ少しは頭は冷えるだろう。お前以上に敵人はいねえってわけだ。同じ血を分けた兄弟ですらこうも型が違う。歪んだレールが正道に交わることはない。俺たちがこれ以上は平行線だ。俺ですら焼ける高熱なのに。言っただろう。ありがとうございます。あまりに多くのものを拾い戻る道だった。いいのよ、お前はなりたい自分になっていいんだよ。立ち止まっていた俺とは違って、でもみんなはいつもそこにいた。いつも安心させてくれた。止めて